マガジンチャンネルお姉さんは知らぬ間に僕を養う権利を手に入れていたらしい <laughs> あのお姉さんやっぱりかなり謎だよなうーん僕みたいな何の変哲もない高校生に惜しげもなくお金を使ってくれるだなんてそこまでするほどあんな綺麗なお姉さんが僕のこと好きとか正直信じがたい 何より正体どころか名前すら明かせないってもしかして実はああ見えてサイコキラーとかなんじゃその場合両親はもう死んでそうねえ今日ご飯何食べたいえ晩ご飯ピザ特上寿司何なんなら一層シェフ呼んじゃう好きな出前取るよストップ！ストップ、はあ！気を使わないでください 僕は冷蔵庫の余り物でも構わない身分ですからお構いなくえっ、ー、でもそれだと作らないと何もないよ私料理は最低限できるってだけで君に食べてもらえるようなレベルじゃないしお姉さんはただ君に美味しいものをお腹いっぱい食べてほしいだけでそのためならお金は惜しまないそうやって 何でもすぐお金出そうとするのをやめてください気持ちは嬉しいけど胃が痛くなる僕はそのご迷惑じゃなければ食べてみたいですよお姉さんの手料理手間じゃなければですけどいい子だね本当にいい子だよ君がそう言うならお姉さん作っちゃうよどうして玉ねぎも切ってないのに号泣してるんですか あと、何その独り言しまった包丁を持たせてしまったサイコキラーの疑いがあるのに。でも、まあ、いいか。あんな顔されたらね。はい、どうぞ。んあ、うまい、です。やったーすごく嬉しいよ私の作ったもので、君の血肉が形成されて。 細胞から生まれ変わっていくんだと思うと、すっごく幸せ。おかわりいるたくさん食べてねうん、はあ。飯はうまいが、発想がまずい。